7月15日は、グレゴリオ歴で年始から196日目にあたり、年末まで、あと169日ある。エルサレムが陥落しエルサレム行為戦、終結単ン,ンベルクの戦いモンマス公尺、ジェームズ・スコット・系ーシ・ロゼッタ・ストーン発見。ヒエログリフの解読をもたらした、国鉄三大ミステリー事件の一つ、無人列車が暴走した三鷹事件家庭用ゲーム機。 ファミリーコンピュータ発売イングランド最初の建築家とされるイニゴージョーオンズ誕生。右画像はクイーンズハウス画家レンブラント・ファンレイン誕生。左画像は自画像、右はフランスバニングコック隊長の死刑団画家、ジャンピエル・ノルブランド・ラ・グルデーヌ。左画像は自画像、右はワルシャワの古市上長での反逆者の処刑経済学者、ビルフレド・パレート。 パレート最適を提唱し、厚生経済学のパイオニアとなった、象徴主義の画家やチェク・マルチェフスキ。左画像は、自画像、右は、メデューサ数学者、スティーブン・スメール哲学者、ジャック・デリーだ。ブルネーダル・サラーム国のスルタン、ハサナル・ボルキュア・バロック期の画家アンニー・バレカラッチボツ。左画像は、自画像、右は、聖母・非正点彫刻家、ジャン・アントワーヌ・ウードンボツ。 画像は、ディアナ作曲家、カールツェルニーボツ。競争的に重奏曲よりアレグロを聴く、世紀末ウィーンの詩人、フーゴ・フォン・ホーフマン・スタール劇作家、アントン・チェーホフ・ボツ。科学者、エミール・フィッシャー洋画家、黒田・キヨテル・ボツ。右画像は、コハン・博多ギオニアマカサの、オイアマ。画像は2008年のもの。ありがとうございます。